はい、えー、こんにちはレトスノーです4月13日の3問に入る前にご連絡がございます今年の宅見合格を目指す個別指導なんですけれども、えー、そろそろ定員に達しようとしております、えー、個別指導なんで、えー、限られた人数しか受け入れることができないんですね でえ予定では今月いっぱいでえ募集終了させていただきますのでえご了承いただければと思いますえ今年の合格を目指されている方はお早めにお申し込みくださいえ短期間で楽に実力を上げて今年絶対合格しましょう他の予備校ではこの時期から受講した方でいうと合格者の数っていうのはそれほど多くないんですね一方弊社レトスの個別指導については 実際、4月から勉強を始めた方でも、半数以上の方が一発合格しています。まだ今からでも今年合格できますんで、今年絶対合格したいという方は、一緒に勉強して今年の合格を目指しましょう。で、個別市場についてはこの動画の最後に動画でお知らせいたしますので、そちらご確認いただければと思います。それでは本日の3問に入ります。A が B に対する賃料債権につき、内容証明郵便により支払いを請求したときは、 その請求により消滅事項は更新する。丸かツかという問題です。え考えたい方は動画を一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。え答えはツですね。内容証明郵便により請求した場合、つまり再告をした場合、6ヶ月間は事項の完成が猶予されます。つまり6ヶ月間は事項により消滅しないってことなんですね。事項消滅しませんよってことです。 ただ、催告をしたからといって、時効が更新されるわけではないんですね。つまり、また1からスタートっていうわけではないんですよ。だから誤りなんですね。今回の問題は、催告することによって時効が更新されるって書いてあるから誤りです。時効更新するためには、この6ヶ月間、この間に裁判上の請求などをする必要があるんですね。でも、詳細の解説については、個別指導で解説させていただきます。個別指導の時効者様は、 受講者専用のメールマガで関連動画について動画解説をしています。この動画で理解をしていきましょう。で問いにですね、えー、売り主である宅券業者は、飼い主が宅券業者である場合、37条書面の交付は省略することできるが、35条書面の交付は省略することができない、丸か×かという問題です。で答えは×ですね、どちらも省略できません。 これは基本中の基本の問題です。飼い主が宅建業者であっても、売り主業者っていうのは35条書面、および37条書面の交付は義務です。なので、誤りとなります。飼い主が宅建業者の時に適用がない場合については、これまとめて覚えておくと効率的です。なので、個別指導については、これについてもうまとめて解説しておりますので、個別指導専用のメールマガからご確認ください。 ちなみにこの売買契約の取引に媒介業者がいる場合はどうなるかこの場合媒介業者も35条書面37条書面の交付義務がありますのでこの点も注意しておきましょうで問い3ですね市街化調整区域内の山林の所有者がその土地を開墾し果樹園として利用した後にその果樹園を山林に戻す目的で杉の苗を植える場合には農地法4条の許可を受ける必要がある 丸か罰かという問題でですす答えは丸ですねまず農地法の農地っていうのは現況で判断しますよねまあこれポイントですそして果樹園は農地に該当しますまあこれはもうこのまま覚えていただいていいんですけども今回山林の土地がどのように変わるのかを考えると山林がまず農地に変わります果樹園に変わりますでその後また山林に戻すという流れですよね つまり山林から農地ここについてはここについては4乗許可は不要です一方農地から山林こちらについては4乗許可必要ですよね農地から農地以外に転用しているので4乗許可が必要ですできちんと考え方が分かれば答えは導けるはずですこのように論理的に考えることが重要なんですね 個別指導ではこのように論理立てて答えを導く練習も行います。え、論理的な思考が苦手な方も、卓形レベルであれば大丈夫です。中卒で分数計算もできない受講者様でも合格していただいたぐらいなので、卓形レベルであれば、まあ、ほぼ誰でも合格することは可能です。なんで、きっちりね、あの、論理立てて物事を考えるってことを習慣化していただければと思います。 そして、初めにもお伝えをした通り、個別指導については定員がいっぱいになってしまいますので、いっぱいになり次第、個別指導の募集は終了させていただきます。また、予定では今月いっぱいで個別指導の募集終了させていただく予定なので、今年絶対合格したいという方は、お早めにお申し込みください。個別指導の内容については、こちらの真ん中の動画、ご確認いただければと思います。 まだ今から達賢を勉強し始めるという方であっても個別指導であれば理解学習を実践していただくことが可能なので今からでも合格していただけます。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。